皆さん、おはようございます。マーティン。ではのミラクルボーイ、キングタクです。えー、っと、今日は、えー、雨にも負けずを朗読したいと思いますね。はい。久しぶりに雨にも負けず、日本語で遊ぶで朗読しましたね。今日は、普通通り朗読します。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けず、丈夫な体を持ち、 欲はなく、決して行からず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と、味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を頑丈に入れずに、よく見聞きしわかり、そして忘れず、野原の松の林の影の小さなかやぶき小屋にいて、東に病気の子供あれば、行って看病してやり、西に疲れた母あれば、 行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば、行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があれば、つまらないからやめろといい、日出入りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。どうですか。バイバーイ。